エミューの儀乱を回収した数日後、その時は訪れた。緊急で回します。はい、ピンマイクがありません。ありません、ね、衝撃のはいはい、皆さんあれをご覧ください。なんか落ちてる、落ちてる。あれ、私たちが用意した儀乱じゃないです。我々が用意した儀乱はこの間割れちゃった、ぺちゃんこになったはず。よし取ろうマジか。ここから入るの、映すの初めてじゃない？そうだね、待望の。怒られるかな、取らせないんで。怒られるかもしれない。あ、開けない方がいいかも。開けない方がいい？いや、入る入る。いける？はい、なんと怒らない、怒らないで。あ、飛ばないでね、ゆうちゃん。あ、危ない。あら、来てくれ。ああ、はい、採卵成功。わーい、第1個目すごい。あ、また割れた。あ、出てっちゃう。怖い。よし、入ります。失礼しました。はい、はい、わーい。あー、小さいね。はいはい、 500g ぐらいかな。そうだね、ダチョウの半分ぐらいだね。半分、3分の 1? 1500 ぐらいあるのもあるし。いや、何グラムなんでしょうね。なんかお値段が塗ったやつ、うん、まあまあだね。確かに似てたんだね。近くで見ると、あの、点々やら、そうそう、緑に薄い緑の点々がついてるような感じだけど、うん、遠くから見たらそっくりでしたね。ちょっと欠けちゃってる。ほんとだ。はい、一発目やった、やった、はい、ようやく待ち望んだ卵が。はい、っていうか巣作りしてあげたんだが関係なかった。あっちに産んだねはい、ようやく待望の、三郷オーストリッチファームさんのエミューの卵をゲットしました。ということで緊急で回した動画でした。イエーイ言えない